ンペ入ったの初めてなんだからさ。もたもたしてんじゃねえよ、ヨッパ。アキラ、わざわざ懐中電灯まで持ってきたのに何ビクついてんだよ。だってなんか気持ち悪いぜ。クモの巣だらけだし、ホコリっぽいし、はっ、ネズミかなんかいるんじゃないか。ああ、いるだろうな。え、どこどこ。一応裏なんだからネズミくらいいるに決まってんじゃないか。ひょっとしたらアークダウマの一つや二つ落ちてるかもしれないぞ。俺ネズミは苦手なんだよ。俺も。俺だって好きでこんなことしてんじゃねえよ。女子が保健室で何をやってるのかを突き止める必要があるから、こうして忍者みたいな真似やってるんだろう。ここまで来て泣き言言うなって。楽しんでるくせに。やっぱわかる。当たり前だろあ、そろそろ保健室の上だ。アキラ、そこの天井板を外してみろよ。わかった。下に気づかれんなよ。あ、どれどれ、見せてみろよ。こいつ急に元気になりやがった。はあ、いたぜ。うちのクラスの女子たちと姫木先生が集まってる。何やってる。なんだ、ただ話し合ってるだけだぜ。おっぱ、お前何期待してんだよ。いや別に。何話してるのかな。し、あまり大きな声出すと女子に気づかれちまうぞ。やっぱりこの計画は過激すぎるんじゃないかしら。私も玲子ちゃんと同じ考えだな。いきなりそんなことやると大変なことになっちゃうかもよ。私はそうは思わないわ。ユウたちは現実の認識が甘いのよ。もう事態は猶予できないところまで来ているわ。断固実行あるのみよ。キララちゃん、難しいこと言わないで。猶予って何？ユウちゃんと関係あるの？猶予がないって残された時間が少ないってことよ。そうなの？少なくとも私たちに残された時間は少ないんじゃない。私たちもう6年生だし、いつまで雷神王を使えるかどうかも分かんないんだもん。そうね、雷神王が使えるうちにこのことだけはやっておかなければならないのかもしれないわ。私たちに残された時間が少ないってだけじゃないわ。この地球自体に残された時間が少ないのかもしれないのよ。キララの言う通りよ。私たちの星、地球は五次元人よりももっと恐ろしい敵に狙われてるの。誰？誰が狙ってるの？自分たちのことしか考えないバカな大人たちよ。環境破壊やいろんなところで起きてる戦争なんか、みんな大人たちが悪いから起きてるのよ。みんなももうそのことには気づいていたんでしょ？ええ、ベルゼブも邪悪獣は人間の心から生まれたって言ってたものね。だから今こそ私たち地球防衛組が立ち上がらなきゃいけない時なのよ。その通り。意義なし。やるべし。雷神王という地上最強の味方がいれば絶対に成功するはずよ。でも男子も同じ意見なの？男子のことは私に任せてよ。私はこの地球防衛組の司令官よ。みんなを説得してみせるわ。ジン君たちを操縦するのはマリアちゃんうまいもんね。それではこの地球をダメな大人たちから子供たちの手に取り戻す史上最大の作戦を実行することに皆さん異議はありませんね。はーい私は大人だけどあなたたちの味方よ。姫木先生は特別に名誉子供として認めます。ねえねえ、作戦に名前をつけなきゃ。そうね、子供計画ってどう？子供計画。女子の連中すごいこと考えてたんだな。大人をやっつけて世界を子供の手に取り戻す作戦か。面白そう。一体どうなってんだ。誰か天井裏にいるわ。やばい、見つかった。何者？私の手裏剣を受けてみろ。とプシッ。痛い。ああ、天井踏み抜いちゃった。逃げる。女子の保健室の授業ではとんでもない計画が実行に移されようとしていたんだ。その名も子供計画。果たしてこの計画は何を意味するのだろうか。事態は風雲急を告げるのだった。王子、変なナレーションつけるなって言ってんだろ。いや、つい力入っちゃってごめんね